グローザ、これ AK の何がベースなの？クリンコの AK の何のユニットを、はいはいはい、セントガードに交換してるって、はい、なんでここまではもう普通になったので AK です。実銃でもあるんですか？実銃でもあります。即死部隊用に作ってないですね、はい、それがあのブルバックスのトリガーなんですけど、はい、ここが本来のトリガーなんですよね、実銃の、はい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 、こことここをあの、はい、針金で結んでるだけなんです。そうなんですか？物理的にもう引っ張ってるだけです。あ、これを無理やり前に持っていく。すごい面白いですよね、この商品。これ結構高いでしょ、昔から。そうですね、ヘパイストスさんとあの GHK が発売して出したやつで、はい、一応世界400兆限定だそうです。マックさんもやってましたね。そうですね。ちょっとすいません、お借りします。この一本全部これどうやって打つんだ？これでいいんか？それでもいいですけど、一番リコイルを感じるのは上を持って、はい、引きつけると、ここに手を入れます。こう、手前にグッと引きつけます。こういうことですね。了解です。そうすると意外と握りやすい。了解です。これが、結構入れづらい。これどうやって入れる？これでいいんだ。おお、もうギリギリっすね。ギリギリやね、これ。ちょっと打ちまーす。もう弾道とかなしで。こだわりなんね。俺も全然わからんけど。これです、グーンテープというやつですね。え？グーンテープ。グーンテープ。グーンテープ。GOON テープ。うん。っていうなんかちょっと、なんかおしゃれアイテムというか、まあ、滑り止めみたいな感じで使ったりとか、グリップに巻いたりとかハンドガードに巻いたりとかして。はい。だいぶ鬼ホップや。もうそんなの関係ない字ですね。打てるかな。どっかまで。しかも超高いですね。あ、フルにならんのかこれ、ひょっとして。セミオート仕様なんだ、ひょっとしたら。あ、フルにならんわ。セミオートだ。オートストップ。お、オートストップ。たまらない。きれい。きれい。おー、かっちぇ。いいっすか？いいよ。これみたいでいくとね。ちょっとむずいよ。めっちゃ難しいらしいよ。多分今までで一番早い。引いていいですかね？あ、いいよいいよ。おお、ね、すごい。塩つや、塩つやけど。これが被験かったの。おお、出て。あ、
玉名ちょっと鬼ホップ気味やけど。持つとこ間違ったやろ。ハイダー持ってるよ。いやいやそうだよ。だってここグリップやん。うそやん。うん。いやあのうわーかっこいい。こんなあるの。短すぎてこう持ってました。かっこいいや。そんなとこグリップあんだ。あとさっき聞いたのここをこれでこっちが。なるほど。そう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 。そう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 。ただここちょっと気をつけとか。バトルフィールドは。あそうなんや。うわかっこいい。弾道はちょっと鬼ホップ気味やな。曇ってて全然見えないです。あ、そうなの。あ、そうやあ、玉切れやね。みんなどうやって撮ったんすか。いやそこまでちょっと開けたらあとは下にゴリゴリゴリって抜くようなあの子。いやめっちゃいい声。おい、うん、めっちゃ適当な、まあ、こんな感じです。フォルムがかっこいいですね、うん、いや似合ってるよ。斬新似合ってる。おー、ね、あーちょっと元気なくなってきた。3マグネやけどな。ダメですね。ああ、ああ、2マグマガジンの差し方が全然わかんないんで、はい、ちょっと教えてもらおうか。本来は専用マガジンなんですけど、はいはい、とりあえず 7.62 が差せるようにしてるんです。はいはい。なんで、はい、機械前に押し当てながら、はい、上に入れて、あれ？ここに、うん、ここの溝ですね。はいはい。に入れて上に押し込みながら、おお、はい、ます。丸い応援系って玉切れになったらカチッって言う、うん、で GHK の AK ってカチッって言わない。玉切れになったらもうそのままスカ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 、うん、WD の方が終わったらカチッってなる。 KC はブゴーッチッってなる。以上です。あざっす、はい。